私、デスソース御用達なんですけれども、なんかこちら、デスソースがあらかじめ入っているカレーが売っていたんですよ。頭おかしいやつ売ってたんですよ。ですから、私の手間を省いてくれてるのかなとさえ思ってしまうようなカレーがあったので、これを食べていきたいんですけれども、今回はこの激辛カレーを食べていきたいなと思います。では早速、開封といきましょうか。この中身もちょっと見たいでしょ。まあ見た目は普通のね、パッケージではね、何の変哲もないカレーのレトルトのパッケージっていう感じ。カレーの見た目も今のところなんか赤々しいというか毒々しいというか、そういう感じはないよね。これさ、なんか遠慮されてると思う？この辛さが。なんとなくさ、デスソースが含まれてるとはいえ、なんかちょっと辛味成分調節されてんのかなって思ったり、見た目は別に大丈夫そうだよね。そんな怖がるポイントないというか、普通のカレーに見えるよね。ちょっとフライングデスソースしてみる。あ、カレーはあのデスソースの味がするわ。いるわいるわデスソース。ということでだね、早速食べてみたいなと思います。ちょっと美味しく食べたいじゃん。だからチーズも用意したんだけど、最初にこう振りかけてしまうとさ、マイルドになっちゃうじゃん。いきまーす。あー、なるほどな。なんかね、デスソースの味はするんだよ、味はするんだけど、辛さがデスソースを振りかけた時のそれよりは辛くないかなっていう気がする。ただ全然辛いよ、言うて。あといいところは、デスソースを振りかけるとあれなんか酸味があるわけよ。タバスコもそうなんだけど、私はあの酸っぱさいらないと思ってるわけ。辛さだけちょうだいみたいな。なので純粋にね、カレーの味に辛さだけ携わってるのはすげえいいかなって思う。じゃあ追いソースするか。さあ混ぜて食べますか。絶対辛いと思うんだけど、これ。バイバイ。やっぱりさ、辛いのにさ、熱さが加わるとさ、その痛さをさ加速させるじゃん。いい感じの修行だな。これを耐え抜いた先に一体何があるんだ。早くちょっと神のご加護が欲しいんだけど。もう一発。よし、ようやく美味しく食べていいんだ。ようやく苦しみから解放されていいんだ。もうさ、チーズを振りかけることによってようやく絵面が美味しそうでしょ。最初からこれやりたかったんだけど。あ、チーズあるだけで全然違うわ。こんなに変わるんだね。そっか、チーズって優しさだったんだ。いや俺結構さ、さっきから涙目な気がするんだけどさ、泣きながら食うカレーってある？ちょっと今回お腹がやばいかもしれない。初めて感じるお腹の痛さかもしれない、これ。あー、そういうことになりますか。でもあと一口だ、頑張る俺。うん、はい、完食しました。いや、お腹いった。ちょっとしばらくサスサスだわ。